どうも、ダンドラと申します。そしてハイエルンです。はい、ありがとうございます。ということで、はい、ナイトユニゾンの2本目の、対戦を取ろうと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。まあ、タッグチームじゃないんですけどね。コードタンブラーだね。最初はグッ、じゃんけんぽい、あ、負けた。先攻で。はい、わかりました。一応高校で使える場所なくはないんだけど、まあ、先攻か高校かですから、ないです。あ、了解です。そうは言っても、先攻は欲しいよね。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。よいしょ、よいしょ。あ、まあ、本番スタートなかなかいいですね。高校本番スタートは、まあ、とりあえず頑張る。はい、こちらに交換入ります。選びに工具が使います。はい、よいしょ。はい、それだけだよ、それだけだよ。あ、こっちね、こっちだけだったね。まあいいよ、せせらぎの丘だったんで、せせらぎの丘使います。ウッパーで、はい、まだ使います。はい、水で祈りじゃない。カステテフ GX、はい、なるほど、できます。で、そのままリリー、おおおお、で、カットでします。順当っすね、順当っすね。あんま減らせない感じ。頑張って。まあ、こんなもんかな。なるほど。で、じゃあリーレー使います。5枚手札3枚なんで、5枚いきます。まあ、悪くないじゃないですか。ありがとうございます。悪くないじゃないですか。ありがとうございます。使っておきたいハイパーボール使います。はい、ドラッシュするのが、ここと、もう1枚が、ここかな、2枚。はいはいはい。で、メタモンプリズムスターズ、なるほど、持ってきておきますね。ここ大事ですね。まあ、メモカーを読んで何かしらのポケモンのエネ加速をすると。そんな感じだ。まだね、主役来てないんでね。出張りしてないのみたいだけど、まあいいや、終わります。ああ、なるほどね。しか。となると、ハイテーボールから、はい、捨てるのは、そうですね。メモクラゲと、レスキュータンカかな。メモクラゲ入ってんねや。入ってますね、一応。あ、せせらぎがあったのか。先確認する。まあいいや。とりあえずじゃあ、ハポテケフ出して、ワンダタッチ。はい。で、レクチャーで。ほう。ルガゾロじゃないですよ。超爆、インパクト。ルガゾロじゃないですよ。ルガゾロじゃないですよ。とりあえずここかな。まずは。次の番、まだギリギリ殴ってこなさそうなんだよな。ゾロはゾロはコンパ。ルガゾロじゃないけど、ルガゾロじゃない。ゾロはいるのね。はい。で、これで、全部ベンチ出しちゃいます。はい。で、そうなってね、せせらぎも、使わせてもらおうかな。モルゾロ。モルゾロで。で、グライバー。ほうほうほう。便利なのゲゼロ用品。で、パスお願いします。なかなか、いろいろ入ってますね。コンパにコダレクションをつけておきます。はい。で、草エネルギーをつけます。はい。で、この状態で、そうですね、じゃあ、レーダーアイで、なかなか優秀な。はい。山札の上から7枚を見て、その中にカード1枚手札に加えることができると。好きなカードですね。強い手もないかも。なるほど。悪くないですよ。となると、ここは一旦こっちからでいいかな。この1枚手札に加えます。はい。秘密の1枚。秘密に加えると。で、カットお願いします。はい。よいしょ。で、じゃあ終了です。はい。1枚引きます。はい。よいしょ。どこから育てようかな。前のベベの青よ。進化させましょう、はい、で、ベンチのウパーも4を進化させます、うん、まずはさせらぎのカード、はい、でしょ。で、やってますと、来ますね、主役の登場ですよ。キュバはい、新打ちが新打ち登場で、まで知ります、はい、ベンチ出して、出すカードはない、白な使いましょう。まあ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 、はいはい、なんとかして、あとは水エネを落とさなくちゃいけない、ね、そうですね。盤面は出来上がりつつあるんで、そうですね、まだトラッシュ1枚もないんですよ。はい、ありがとうございます。6枚いきますね、はい、1、2、3、4、5、6。あー、弱い弱い弱い、果てしなく弱い。メタモン進化、はいはいはい、前の青よりも1エネ上がって影響を伝えて逃げます。はい、よいしょ。で、前にキュレを出して、はいはいはい、こっちの青よりもチャージアップで2エネを受けます。どうぞ。で、これを押し流してキュレ見つけます。意外と綺麗になっておりました。はい、じゃあこれで、霊気を呼びかけます。溜まったから水エネルギーを1枚1個持ってきます。あー、スケテンキビのは飛んできそう。あ、そう、押し流すあるだと、あれか、飛んでくるんだよな。そうっすね、こいつも1枚か、はい、なるほど。1枚、はい、できることならこの番で落としてしまいたい。無理っぽいな、ちょっと無理っぽいかな。ちょっとこの番で落とすのはきついか。
とりあえず前のコンパンモルフォン GX に進化します。はい、いきましたね。はい、先リーゲから使います。2枚なんで4枚引きますね。どうしますか、ね、4。なるほど。なるほど。なるほど。ニコタマ手張りでいいっすよ。はい、手張りしてね、なんとサポート使ってもグズマが打てると。カッサカッサ。2枚使うと相手のメンチポケモンを取るかに引きずり出せると。これはね、デュオを消しておくことが先決だなと思います。デュオですかね。そうなんですよ。で、じゃあ、忍びの極意110の、ね、弱点の、ね、220で削させます。で、最後1枚もらいます。はい、終了です。そしたら、前に出すのは、まあ、殴れば必要なんですよ。はい、どうぞ。1枚いきます。はい。と、そうなると、チャージアップを1回使います。はい、どうぞ。で、こっちの青いのにつけて、うん、手張りを前抜ける、はい。で、この状態で、せせらぎの丘を使いましょう。はい、山札から、キレもできます。またお前か。まだ1枚です。はい、どうぞ。ベンチに出して、プラスしまうと、ハンド何枚ですか。ハンドが4枚です。4枚ですか。じゃあ白の、はい、よいしょ。ジャッジマンじゃなくて、ジャッジマンは楽しみで山札にお待ちしております。はい、いいですか。ゾラアク立ってからじゃ遅いですよ。確かに。はい、一理ある。せせらぎの丘を浮き輪の森から出ましょう。なので、効果使って一緒にトラッシュして、はい、見るんですけど、対象はなしでお願いします。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこの状態で技使います。ヘイリプリズム110で、ネオンを抜ける水エネオン2個取らして相手を麻痺です。麻痺、麻痺、確定麻痺。何もできないその1秒。それはめんどくさいでござるね。なるほど。まずゾロはゾロアクシェックスに進化します。はい、アンズ使います。アンズ使います。すいません。嘘つきました。すいません。アンズね。アンズ。アンズね。そうそうそう。実はアンズ使いたかった。はい。この2枚回収で大丈夫です。はい。で、これは山札に戻して切る。で、カットお願いします。で、ブリッジ使います。はい。草エネルギーつけて、2枚ちょっと。そう。うん。そうですね。ここは、後ろのコンパに2個玉で割りしておきます。はい。で、終了です。はい。次いきます。よろしくお願いします。後ろのキレムに手張りをしてチャージアップを使いましょう。1回こっちも使います。はい、で、手張りはした時計の森使います。水辺にトラッシュして、対象なしで、で呼ぶか。霊気は、霊気は呼ばない。霊気は、まだ呼ばないです。あ、大丈夫です。はい、で、リレーで2枚なんで4枚いきます。なるほど。とりあえず秒、とりあえず秒。霊気呼ぶ必要あんのかな。確かに倒される可能性もあるにはあるのか。山のエネ1、2、3、4、5、6。ああ、まあでもチャージアップもあるしな。霊気呼ぶ。はい、使っていきます。130なんてこっちも微妙に足りないですよね。ああ、やっぱ対象なしで。あ、了解です。いや、足りないですわ。はい、どうぞ。お互いになんか妖怪1足りないが。そうだね、1足りないな。とりあえず取引使います。はい、メタモフィズムスター捨てます。はい、いらないです。で、1枚もらいます。ニコタマゾロアークに手割りします。はい、手割りして、エネ切って逃げます。はい、エネ切って逃げる。1エネで逃げられるんだ。そうですね、1エネで逃げれるんで。ほら、モルフォン強いぞ。で、出して、で、ここで強使います。強、これで相手のポケモンをドクと混乱にします。これ落ちるんじゃね。そうですね。じゃあ僕の渡しておきます。いいですか。ありがとうございます。抜くとこんなにしといて、はい、で、これで、そうですね、ライオットビーティングで120ダメージ、120のまず乗る。で、ポケモンチェックの毒で10ダメージ、10ダメージ乗って130で最後に乗ります。ありがとうございます。ぴったりやん。ええやん、やるやん。よいしょ。キュレンで超抵抗でしたっけ。超抵抗ですね、一応。なるほど。まあでもここ1年足りないから青4から行くしかないかな。じゃあ行きます。よいしょ。お、いけるぞ。アクアパッチでね。ああ、エネを5、収納9年はいつけます。で、手張りをして青4に行って2回います。よいしょ。で、前にキュレムを出しつつチャージアップを、トラッシュエネが1、2、3枚。じゃあこっちに1回。なるほど。これで、で、手張りもした、こいつ出しとくかな。レンジに切れ、はい、出しましょう。
で、じゃあこの状態でヘイルプリズムでキャンペーン飛ばしで110ダメージ。よし、ヌオいないけどなんとか待ってるぞ。ギリギリのところで頑張ってるね。ギリギリ頑張ってる。トリッキーを先使いますかね、これは。はい、コンパンスで2枚引きます。一旦アセロラ使います。回収で。で、グライガーが逃げれるので出していきます。はい。で、ゾロアフジェクスに進化して、はい、トリッキーも一回使います。はい、トリッキーも一回使って、ここはそうだな。うん。回転ゴールして2枚。はい。引いて、うん、なるほど。で、じゃあゾロはベンチ出して、いやまあでもそっちにしようかな。トキアの森使います。はい、どうぞ。トキアの森使って、捨てるのは、ご許可する中かな。ありがとうございます。捨てるのは、フィードブラー捨てます。よっしゃ。で、臭い目回収して、トキアの森が生き残る。そうですね。僕も使いたいんで。で、カットお願いします。はい、で、こっちのモルフォンにつけておいて、はい、で、逃げます。はい、リフライト、はい、リフライト逃げて投げて、で、じゃあこれで何も使ってないんですけど、忍びの極意110ダメージで、110ダメージ、はい、いいんすか、10枚返しじゃなくていいんすか、10枚返し、いや、手札いっぱいあるからさ、はいです。1枚引きます。はい、よいしょ。こっちかな、ハイパーボールで、はい、ウッカーを持ってきましょう。よいしょ。で、ウカッチ。はい。で、ウカー置いときの出張りをじゃあ後ろの手に、はいはい、はい、しまして、チャージアップ1回とここの青で、これで終了します。元気呼ばなくていい。元気は呼ばなくていいですね。では行きます。ゾロはゾロアクシックスに進化しておきます。ゾロは進化しておいて、取引使います。はい、取引で捨てるのは、コンパス捨てて2枚。で、ここも進化します。はい、取引もう1回使います。捨てるのは、ハイパーボールで2枚。はい、で、はい、めっちゃいらねえ。取引でいらないカードが手札に溜まっていく現象。トキアの森使います。はい、で臭い目回収して、はい、で、カットお願いします。10枚返しでさ、戻しちゃいなよ。いらないテクがいっぱいんだろ。まあここは一旦アーゴヨンを呼んでおくか。あー、なるほどね。アーゴヨンに殴ってもらうか。いや、でも、まあそうだね、アンズ使っとこう。はい、4枚見ます。はい、で、2枚手札に加えると、ここで、よいしょ、カットしまほい。はい、で、手張りをまだしてないんで、ここはモルコンに手張りしておきます。はい、手張りしといて、よいしょ。で、忍びの極意で切させます。はい、忍びの極意でアンズ使ってるんで、で、次の種ポケモンから技のダメージは受けません。なるほど。はい、じゃあ1はアーゴンで殴るのかなくなっていくとで終了です。はい、じゃあお望み通りアーゴンを買いました。どうしよう、ちまちまきあったら落ちるのか。キレムにエネ貼って白なんで、はい、了解です。そのままじゃあ6枚、はい、一応カットでしますよ。はい、言われるんで、ありがとうございます。はい、1、2、3、4、5、6、よし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 、ごくいい、スケタンカぬおぉー、はい、よいしょ。ハイドロポンプで殴ってくるのがいいで、よいしょ。で、いや、これ殴るかって言うと、それは多分ないんですけど、一回まずはミステリートレジャーを使って、トレジメントを買って、よいしょ。おぉ、どうぞ。あ、あるあるある。あんじゃん。そういうことは、これが引ければいいわけでしょ。はい、対象がなしてるんです。対象なしで。で、まだ知ります。はい、どうぞ。よいしょ。ベンチに焼きがあるんで、マジで。おい、これで、これでいきます。これで5打8引くんですわ。おい、なるほどね。これで僕5打8引くんですわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、カットします。あ、大丈夫です。13、13分の4引いて、13分の4引いて8枚引きを引くわね。わかりました。じゃあ4枚ですね。はい、あー、まあなんとも言えないな。よし、よし、引かれなかった。フィールドブロワーでこの8の時は、お、時は剥がしちゃう。時はもういいっす。僕の時はもういいっす。後ろのアーゴイのチャージアップします。はい、見せ目つけたって、
クインサイド取りに行かなくて大丈夫。ターニングポイントで80ダメージ。80ダメージ。よし、なんかアンズが生きたような気がしなくもない。お願いします。1枚いきます。そうね、間接的にタネポケモンを出せなくしたと。すげえ無理やり感あるけど。はい、ネットボール使いますね。ティングネッティング、対象なしで。はい、対象はなし、大事なことなので2回やりました。で、カットお願いします。この緩やかに終焉へと向かっている感じ。いやでもね、言うて怪しいっちゃ怪しい。取引使います。はい、取引で、ステレナはネットボール変えて2枚引きます。はい、で、もう1回使います。はい、ネットを使って、ステレナはここは確かリールを捨てて2枚引きます。はい、なんか下手にこっち出してヘイルプリズム打たれる方が嫌なんですよ。まあまあ、なんでちょっとこのままいきますね。はい、ただ110じゃ足りないんで、はい、こっちを使わざるを得ないかな。使います。今日のワナ使います。あ、で、ドクトヤケドにドクト混乱にして、ドクトヤケドですか、これ混乱にして、じゃあ忍びの極意で、はい、今日使ったんで90追加で200で寄せます。マスクで再現します。はい、しかし花ポケモンの技は受ける。受けます。じゃあ切れんで、はい、1枚いきます。チャージアップ使います、はい、水にここに持ってきて、押し流すで、はい、どうぞ。水攻めを前につけます。ヘイルプリズム使います。2メートラッシュで麻痺で倒す。サイドは2枚もらえる、はい、やったぜやったぜ。ようやく動き始めたか。そうですね、ぐらいだったら押し引きます、はい、こっちか。いやでも悪くはない。取引使います。はい、取引使って捨てるのは、モルコン。マルコンで2枚引きます。もう1回取引使います。はい、捨てるカードは、これなんで、チャッチマン捨てて2枚引きます。はい、アンズ使います。アンズ、アンズ4枚見て好きなカードを2枚手札に加えると。ここはまあ何でもいいんだ。あ、またモルフォンが悪さするぞ、それ。そうですね、こことここ回収で、はい、で、カットお願いします。また効果は受けちゃいますよね。なんで巻きには巻きにはないです。フリーフライトで逃げる状態で逃げます。はい、よいしょ。逃げてモルフォン、はい、出して、あとやることは、手張りがあるのか。一応手張りはしておきましょう。はい、ゾラクにしておきます。はい、しといて、じゃあ忍び動き110ダメージで、玉がついちゃった。で、アンズがあるの、アンズ使ってるんで、次の番種ポケモンからわざダメージはいけません。了解です。失礼します。はい、よいしょ。チャージアップ、はい、どうぞ。一回使って押し流して、はい、押し流す。家につけて、はい、ヘイルにつけて、お、何もしない。はい、でダメージは受けないけど麻痺にはなります。麻痺にさせます。1枚引きます。なるほどな。ちょっといいっすか。はい、いいっすよ。いい加減、いい加減山がね、麻痺で止める。いい加減山があるんですよ。取引1回使います。はい、いや、いいっすよ。端巻き捨てます、端巻き捨てます。で、2枚引きますね。はい、2枚引いて、あ、なるほど、もう1回使います。取引、はい、取引も1回使って捨てるのは、もうここはさすがにいらない気がするんで、モルコン捨てます。はい、で、2枚引くと、はい、グズマで、はい、ヌオール、ヌオール、はい、グズマでヌオール使います。はい、引っ張って、よいしょ。で、ゾロアーク出して、はい、で、ゾロアベンチ出して、トライを取って120で切り刺します。120で切り刺します。1枚取って、はい、終了。あ、俺も前に、はい、1枚引きます。よいしょ。時はの森置いて、はいはいはい、効果使って、1枚取らして山に入ります。はい、あー、対象なしで、対象なしで、どかします。こっちなんだよな。じゃあ、キュレムに手張りして、はいはい、赤バツで、あ、技あるキュレムで、そうですね、なるほど、ジェネ切って逃げます、はい、キュレム前出して、アブにチャージアップで、はいはいはい、ここつけます。こう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 で、山がこれでしょ。リレーで、リレー3枚なんで、3枚引きます。1、2、3、はい、で、置くだけ置いとくか。じゃあラプラス GX 持ち出して、ヘイルプリズムで110ダメージ110ダメージで、じゃあ1枚引きます。はい、山がゼロになる。はい、
だけど友達手帳で、どうだ、アセロラとビルの山に戻して、はい、よいしょ、で、トリキ使います。了解です。そうですね、解放ステップを回収して、アセロラでじゃあ、ツアー回収、はい、して最後はモノホンちゃん、最後はモノホンちゃんで、最後はモノホンちゃんの、じゃあ10枚返し GX60 で入れさせて、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あーいやでも、まあなんかこっちも必死だったよ。お互いに一進一退の攻防といいますか。そうですね、なんかサイドは結果的に連鎖は取れなかったけど、僕はアセロラ使ったりしたからね。そうね、いや厄介でした。いやモルフォンなかなか忍びの極厄介でした。10枚返しはそうでもなかったけど。そうだね、10枚返しはそうでもなかったね。まあ最初の場に最初の2ターン目とかに打てると強いかもね。どっち使えるか分かんないっていう忍びの極になるから、ね、ケレブもネオターブが当たっちゃうと、まあ、一旦マヒにしてきて悩まされると。グズマで駆られちゃうときついんで、まあ、2体ぐらいは用意していきたいって感じですね。出した出した。